ちは。漢方薬雑誌の中尾です。アシスタントのマールです。うん、中尾先生、ちっちゃい赤ちゃんが、コロナにかかってしまった時にするべきことってありますか？そうだね。まあね、某抗なんとか症とか、ね、某なんとか薬害者とかさ、まださ、早いのだって、1歳とか4歳とかでもさ、これ、打て打て打てみたいな感じでやってんだけど、はい、打つ必要あんのっていうのは。そもそもワクチンを打つ必要があるのか。うん、はい。だってみんなコロナ、コロナって言ってるでしょ。はい。コロナウイルスイコール風邪のメジャーなウイルスの一つで、まあ、ライノウイルス、うん、アデノウイルス、コロナウイルス、それからインフルエンザウイルス。はい、なんかそういうふうなウイルスの一つなんだよね。はい、で本当に今コロナ来ないんだけど、僕から見たら単なる風邪じゃん、うん、風邪のウイルスの一種じゃんっていう話になってくるけど、はい、今回だからこのコロナね、コロナ騒動が来た時に、あの時は新型コロナウイルス、うん、新型って言いつけてる、はい、それがいつの間にか新型が取れちゃってコロナ、コロナだから普通の風邪じゃんっていう話になってくる。はい、この新型って言ってもさ、新型で中国 の、 あの武漢っていうね、武漢っていうんだけど、うん、あそこの研究所から漏れたらしいウイルスで、生物兵器じゃないかなっていうことを言うから、それでさ、ちょっとやばいんちゃうんみたいな形で、そういうふうな形になってきて、はい、それでワクチン、ワクチンって言うんだけど、うん、まあ、僕から見たらできすぎちゃうみたいな感じだもんね。うん、これね、なんかそういったワクチンをこうね、なんかね、なんか子供にも打たせたい、単なる風邪なのになんでワクチン打たんといかんと思って、はい、まあ、こっちは思う、はい、子供なんかさ、だってさ、ほっときゃ発熱してさ、もう免疫高いからね、はい、風邪なんて割とすぐ治っちゃうんだけど、はい、うん、そういうふうなワクチン打っちゃったらかかった時に、私が一番おすすめのは日焼け溶岩っていうね、はい、昔からのね、ちっちゃいような金色の粒の漢方があって、球心みたいな感じなんだけど、うん、あれを子供に飲ませると、はい、下痢から引きつけから夜泣き観音の叱る、もう全然治っちゃう。へー、うん、だからそういったのも、なんていうか、豪っていう漢方が、はい、取材なんだけど、あれを飲ませていくと子供っていうのはあらゆる病気が解決していくから、ある意味その薬が流行ったら小児が全滅っていう可能性もあり得る。いいかも。日焼け溶岩どこで手に入るんですか？いや、ドラッグストアでも入るけど、その日焼け溶岩っていうことを知ってるのは、うん、俺とか もっと上の世代は、うん、知ってるだけで、あと今一般の人は知らない。なんで流行らないんですか？そんな小児か、かもしれない。だけど逆に日焼け溶岩製薬の人にも聞いたんだけど、はい、反対に香港とか台湾で日焼け溶岩バカ売れしてて、もう日本で売る必要ないよって言われてるから、はい、やっぱり香港とか台湾とか、要はね、漢方の好きなやっぱ中華系の人たちはよく分かってて、これで、ね、メイドインジャパンのいい薬で、子供のいい薬だから飲ませるときは子供の病気が治るって言って、はい、向こうでバンバン売れるけど、はい、日本人は知らないね。その日焼け溶岩は、うん、大人には効かないんですか？大人はだから量が足りない。体重が違うからさ、うん、いっぱい飲むわけにはいかないんですか？うん、いっぱい飲むわけ別の漢方飲もうよって言われてそうなんだ。じゃあ子供に、うん、そうそう、アイスクリームの上に何粒か乗せてピッてやったら飲める。へぇー、うん、万能薬ですね。そうそう、だけどそれはだから本当におじいちゃんおばあちゃんとかしてたら聞いてみて、それでどっかのドラッグストアでとか薬局さんだったら、うん、それはね、何かの時に子供がね、だいたい7歳ぐらいまでの間にちょっと持っとったらいいんじゃないかな。はい、うん。漢方薬や健康に関するご質問をコメント欄にお待ちしております。動画にてお答えします。